悪いな。俺がプリメーラだ。逃げてちあんたの求めてる展開はないままだぜ。めんどくせえこった。セロナルトってやつはまた勝手なことして。影分身で僕を騙すの2回目だよ。どうなるか覚悟はできてるんだろうね。親父は虫の息だったがはっきり言ったよ。貴様に切られたってな。こいつは部下だった俺の親父を切ったのさ。後帝13体に入隊した。その通りだ。美獣はバランスを考え分配するが、全て買い取っていただく。黙れ。やっぱりあなたは特別なんだ。その力、特別な能力を持った特別な人間、あなたなら私にふさわしい。お前たち、滝隠れの里で何を騒いでいる。仲間？足の？何言ってるかわかんないっす。私は思うままに行動するだけです。それを邪魔する者は誰であろうと許しません。私は自由。驚いているのですか？正して差し上げます。愚かな。次の舞、白蓮。あんたら私を追い込んだつもりだろうが、そうじゃない。私があんたらを誘い込んだのさ。あんたらが暁と分かった以上、逃がすわけにはいかない。私あなたより早く見つけますから。悪いですけど。あら、ありがとう。じゃああなたは頭をなんとかした方がいいかもね。随分と頭が悪いようだから。人の悪しき心、第二第三の毛量が現れぬと誰が言え。次なる巫女へと伝えていかなくては。力を貸さぬか。技術開発局金星の武器、試させてもらえますか。責任は俺が取る。消化は任せたぞ。俺たちに古くせえ体術なんて通じねえんだよ。俺は超音波と空気圧を自由に操り、地面に空気を送り込んで土をクッションに変えることも思いのままだ。すりつぶして差し上げましょう。私はこの力をアモールと呼んでいます。万歳！万歳！ん？お前らが第40班の糸井鶴、五越道主、鬼熊円子だ。俺は拷問尋問部隊隊長、森野いびきだ。なんでこの程度かよ。スピードはなかなかだが、我は刃なり。さすがにこの里は粒が揃っている。しかし風の刃は何人も止めることはできない。行くぞ。お前の守りたいものが私の守りたいものではないのだ。さらばだ、月賀天将。遅れてすまない。そうだっけ。別にねえよ、ただの出張だって。平和に代償が伴うこともまた事実です。こちら家村、四万隊宇野花9号隊第1、第6、第14班行き現場に到着する。よし進め。これは演習ではないのだぞ。ああ、結局大騒ぎにしちまって。デイダラのやつ、ユーラ。お前先に行ってろ。里の連中に見つかると色々と面倒だからな。我々は輪廻の輪からこぼれ、この断崖で亡霊と化してさまよう魂魄を、自らの力として使う術を手に入れたのだ。青春フルパワーでファイト！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 負けにファイト！さあ！みんな覚えやすくていい名前だって言ってくれますよ。行きますよ。急ぎましょう。見たぜ、ひさごまる投了。そんなに切られるのが怖いですか？切られれば確かに痛いけどね。肉を切られる覚悟がなければ骨は立てませんよ。笑わせるな。お前のような子供が我の持ち主のはずがない。真の主を探すのが我が使命。愛しとサスケのため、四代目や里の皆の尽力、痛み入ります。まぶたに映る二人の仲良き姿、この命がある間に今一度。アランカルディエッセイス。
ディロイ、はい、ああ言わなくていいぜ。これからぶっ倒す連中の名前なんかいちいち聞いてたらキリねえからな。アシュラ、掟は何のためにある？民衆の力は何のためにある？自分で答えが出せるならお前は私に従えばいいのだ。頭を冷やせ。